よし。そしたら、補助キャスターの話をします。で、今、補助キャスター乗っかってる状態なんですけど、この補助キャスターというのは2種類ありまして、これが国産のキャスターが1つのタイプですね。で、こちらがドイツ製の車輪がダブルのタイプです。キャスターがシングルとダブルの違いで、もう全然重さも違いますし、作りも全く違います。こちらはプレスですし、ドイツ製の方はしっかり溶接されているので、かなりの重さがあります。で、この補助キャスターに乗せるとですね、この足元に今ついているこの補助キャスターに乗せている状態だと女性一人でも動かせます。やってみましょう。よし。これから女性一人でもピアノが動くところを見てもらいます。蓋を閉めます。はい、お願いします。素晴らしい。今補助キャスターを外して、ピアノのキャスターはフリーな状態になっていて、段ボールの上に乗っている様子が分かりますね。で、このまま、ピアノを動かしてみます。ちょっと押してみますね。はい、すいません。はい、ありがとうございます。これで傷がついたのが分かるでしょうか。こんな感じになっちゃいますね。まあ、段ボールですからもちろん柔らかいので、食い込んで切れてしまってますが、畳でもフローリングの床でも同じように傷はつくわけですね。グランドピアノは300キロ以上ありますので、こういうことになります。それをこの補助キャスターを使うと傷をつけずに女性一人でも自在に動かすことができるというところを見ていただきました。